2022年度1年間の日本の貿易収支は資源価格の高騰や円安などで21兆円を超える過去最大の赤字となりました財務省が発表した2022年度の貿易統計によりますと輸出から輸入を差し引いた貿易収支は21兆7285億円の赤字でした。 これまで最大の赤字だった2013年度のおよそ14兆円を大きく上回りました。原油や石炭など資源価格の高騰に加えて、為替レートの平均が1ドル135円と過去5番目の円安水準となり、輸入額がおよそ121兆円に膨らみました。